はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、2回続けてマリナーズに関する話をしていきますが、先日の動画でマリナーズどうにか崩れずに踏みとどまってほしいと言ったら、その後も無事に負け続けて借金も去年一度も見ることがなかった7まで膨らんでしまいました。フロントもこの凄惨なチーム状況にさすがに危機感を覚え始めたのか、今日突如として補強が来ました。開幕前にエンゼルスからリリースされたジャスティン・アプトンと1年契約を結んだとチームから正式発表。アプトンに関しては特に移籍先の噂もなく、本当に突然今日になって獲得が発表されたので、アプトンマリナーズに来るのという感じで驚きでした。アプトンはエンゼルスとの契約が今期まで残っていて、その年俸は2800万ドルと非常に高額となっていますが、マリナーズが負担するのは MLB 最低年俸の日割り相当分のみで、だいたい55万ドル程度、残りはエンゼルスが引き続き負担することになります。近年の成績はともかくとして、通算でオールスター出場4回、324本のホームランを放ったスラッガーではあるため、とりあえず実績のあるバッターを安くマリナーズ今回チームに加えることができた格好となりました。なお、アプトンは今日まで MLB のチームに所属していなかったため、マリナーズと1年契約とは言ってもすぐにチームに合流するわけではなく、まずはマリナーズのトレーニング施設があるアリゾナに向かい、そこで一旦調整をした後にチームに合流するという算段のようですね。マリナーズは直近24試合でわずか6勝と、とにかくこれでもかというくらい苦しんでおり、その理由の一つに打線が得点力不足に悩まされている部分もありますので、アプトンがそのテコ入れになるかともかくとして、とりあえずフロントとしては今できることをやったのが今回のアプトンとの契約なんでしょうかね。今回はマリナーズとアプトンの契約について少しお話ししていきます。もともとは2005年ドラフトの全体1位指名を受けたダイナミックな選手で、現在は34歳のアプトンですが、近年は自慢のバッティングが影を潜めていました。2017年オフにエンゼルスと5年総額1億600万ドルの大型契約を結び、契約1年目こそはシーズン30本を記録するなど主軸として活躍するも、以降は低迷。怪我なども増え始め、昨年は2度の IL 入りで満足にプレーできず、出場は89試合のみ。ホームランはそれでも17本放ちましたが、打率2割1分1厘、OPS 7割5厘では、到底契約に見合うような内容ではありませんでしたよね。契約の大きさからしてトレードも現実的ではなく、いわゆる不良債権の状態にありました。ただ今年のスプリングトレーニングでのアプトンは15打数5安打ホームラン3本、順調な調整ぶりをアピールし、出場機会を増やすためにファーストにも挑戦するなど、契約最終年の巻き返しに向けたモチベーションの高さも伝わってきましたが、ただジョー・アデルやブランドン・マーシュ、テイラー・ウォードなど若手の外野手の起用、ロースター枠を優先したいエンゼルスフロントの意向もあって、開幕5日前にエンゼルスから DFA、シーズンでのアピールが叶わないまま FA となってしまい、そして開幕後も今日までどこのチームにも所属しない状態が続いていたわけですが、ついに今回マリナーズとの契約が決まったわけですね。ちなみにマリナーズがアプトンを獲得を検討したのは実はこれが初めてではありません。ズレンシック GM 時代の2012年オフに、信じられない頻度に悩まされたチームのテコ入れ策として、当時ダイヤモンドバックスの主砲として活躍していたアプトン獲得に向けたトレードを真剣に模索し、実際ダイヤモンドバックスとのトレード自体は合意にも至っていました。マリナーズアプトン一人に対して、当時トッププロスペクトだった先発投手のタイワン・ウォーカーやセカンドのニック・フランクリンなど合計4人の選手をダイヤモンドバックスへトレードする準備があったようですが、ただ当時のアプトンの契約には4球団に対するトレード拒否条項が含まれていて、マリナーズは奇跡的にもその4球団の一つに入っており、アプトンがこのトレードを拒否。結局トレード自体が破談となってしまい、アプトンはその後マリナーズではなくブレイブスへトレードとなった経緯がありました。マリナーズがトレードしようとしたプロスペクトもその後チームで大成したわけではなかったものの、じゃあアプトン一人が来てどうにかなっていたチームでもなかったので、トレードが破談となってマリナーズとしても結果的にはそんなに損害を被ることはなかったんですが、ただ当時のマリナーズは真剣にアプトンが欲しかったことでしょうし、トレードが破談となったショックも多少なりとも受けたことでしょう。なのでまあ当然当時と比べてアプトンという選手の価値は激変しましたし、なんならフロントも変わってしまったわけですが、今回契約したことでおおよそ9年半ぶりに悲願のアプトンのマリナーズ入りが実現したわけですね。でマリナーズがどのようにしてアプトンを使うかという話になるわけですが、基本外野も含めて左投手が先発する試合を中心に起用していくのかなと考えています。現状のマリナーズはまともな外野手が少なく、2020年の新人王カイル・ルイスの復帰日がまだ明確には定まっていませんし、チームの主砲ミッチ・ハニガーは怪我で長期離脱中、
チームの未来を担うはずのジェレット・ケルニックはまだメジャーへの適応に苦しんでいて、マイナーで再調整中ですし、主砲になるはずだったジェシー・ウィンカーもまだ本領発揮とはならず、外野陣は今季誤算に次ぐ誤算なわけで、最近ではマイナー契約のスティーブン・スーザ・ジュニアを起用したり、あるいはユーティリティ性の高いディラン・ムーアやアダム・フレイジャーを使う機会がここのところかなり多くなってきています。ただ正直スーザ・ジュニアやムーアは MLB レベルのバッティングができているかと言われればそうではなく、一応今季コンテンダーをやる予定のチームで彼らを今後も使い続けるのは厳しい。多少あるいは相当守備に目をつぶる必要はありそうですが、アプトにはある程度は外野も守ってほしいんじゃないのかなと。またマリナーズ打線はかなり左投手をここのところ苦手としていて、アプトの獲得はそこも念頭に置いたものなのかなと。転落が始まった4月27日以降のマリナーズは対左の OPS が5割8分2厘とちょっと信じがたい成績で、当然ながらこれは MLB 最低の成績。 WRC プラスで見ても78と MLB ワーストに近い水準ですし、まあ、最近は別に右投手も特段打っているわけではないんですが、左投手には驚くほどほとんど何もできていません。相手が左を先発させた瞬間ほぼ負けです。アプトンは昨年のシーズン全体の打撃成績こそ平凡そのものですが、左投手相手には一定の成果を出していて、昨年53試合でホームラン7本、打率は2割2分5厘ながら OPS は8割3分8厘と、左相手ならまだそれなりにやれていましたので、マリナーズとしてもそこを評価した部分はあるのかなと。ちょうど昨年の今くらいの時期にエンゼルスがアルバート・プホルスを DFA して、でドジャースがプラトン起用を念頭に置いてプホルスを獲得したことがありましたが、あれに近い動きという認識ですね。ドジャースに行ってからのプホルスは左投手相手に無類の強さを発揮して、ドジャースからしてもいい補強だったと言える結果を残してくれたと思いますが、アプトンはマリナーズに何を残してくれるのか。個人的には少なくとも今みたいにスーザ・ジュニアやムーアを使い続けるよりは間違いなくマシなはずで、かつお金の面でも最低年俸の負担のみで済むため、マリナーズにとってはローリスクな割にはそれ以上のリターンは見込めそうな動きなのかなと、今回契約を見て思いました。もちろん今のアプトンを獲得したからといってマリナーズの現状が大きく変わるとも思ってはいません。ただ今チームが置かれた状況よりは多少なりとも良くなる可能性はある動きだとも言えそうですし、マリナーズフロントもまだ前を向いてチームを改善させようとする意思もあると。まあ補強がさすがにアプトンだけでは厳しいとは思いますが、夏のトレードデッドラインに向けて今のチームにある穴を少しずつ埋めてほしいと思いますし、今回のアプトンとの契約はその第一歩なのかなと思っています。すでに昨年1年間で記録した借金のワーストを超過して、これ以上沈むとさすがにシーズンまだまだ長いとは言っても立て直しがだんだんと難しくなってきそうな正念場を迎えているマリナーズですが、アプトンとの契約で少しでもその風向きが変わればいいなと思っています。いつメジャーに上がってくるかまだ発表はないですが、アプトンの合流を楽しみに待ちたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。